お前さ、それ俺何にも <laughs> してないぞ。<laughs> 何も悪いことはしてないからな。がつくんだよ、まあ。それは別に悪くないじゃん。なんだ。いやそれで、お前緑のバケモンしかできないのかお前。<laughs> おい。いや、違う。お前緑のバケモンしかできねえのかよ。俺,俺じゃ俺が選んだわけじゃないからね。俺本当にまあ今回ね、あのドラえもんもうあの公開してますけれどもね、のび太のスペースヒーローズっていうね、まあ。 毎年春になるなんでお前なんだよあのなんでなんだよ声優やりたいのは俺なんだろう。俺なんじゃないのか言えよ言えよ徹子に徹子に言えなんで言わないんだよ何がだよ。徹子にを太田さんが本当はやりたいって言えいいの太田さんの話とか結構真似の真似とかさ なんだよ振られたからやったるんだわ早いんだやるのが早いんでおで。きますよ !?ITVTR 何であそこで「徹子さん!」って言わないのいやそれはあれ「徹子さん!」って絶対言うべきだったよねそこは俺の中でもちろんもちろん言おうと思う考えはあったんだもちろんただそれは一つは一番最初に俺の知ってる限り 一番最初にそれをやったのは抜群の西尾だっていう認識があるの。俺より先に。徹子さんはね。それと、大の字のーチが、それをテレビで一番やってるんです。あ、そうなんあの、もう、だからもう、こそのネタはもう、ーチのネタに、世間的には割となってる感があるんですよ。うん、ただ、俺が一番最初に知ったのは抜群の西尾で知ったんだけれども、その辺は知らない。もう、あそれでやめた。だから、俺は、それはちょっと、俺がここでやっちゃったら、偉い

だって終わって終わっちゃったの俺は俺がやるいいじゃないのだってってますって言ってたよお前似てますそうそう似てますなぜ言って終わったからねお前ダメよあいいじゃないのを今俺はやんなかったんだろうってあれ終わった瞬間に思ったことです遅いね遅いでもまあまあまあそれはありますそういもねホントもう見すぎクズではないクズではないよさすがにっすまんねん ワイドスクランブル見た？見てない。俺だって録画だもん。<laughs> ああそで, <laughs> でその後ワイドスクランブル続けてね。うん、で、それはあの大下さんとあの橋本元高知県知事ね、大二郎さん。あの人いつの間にキャストなった？やってんですよ今。え <laughs>、ね、ななの<う>あいつ。ね、でテレ朝のあの女社なので、ね、大下さんでやってるわけですよ。うんうん、でデーブさんが <laughs> そのフィギュアそうフィギュアで、そうで。 デーブさん全曲でやってっからね。でああいうようなコーナーもあってそれはもうデーブさんとかもスタジオ中も割と「そあなんかサンジャポみたい」みたいな雰囲気みたいなねまあのがあってそこはいいんだけどデーブさん突っ込んだりとかしてたんだけどあの最初出てって改めてご紹介しましょうっの大下さんが「今日は」 拉致問題の太田裕二さんにお越しいただいた。マジで。<laughs> 大下さん相当合ってるよ。いや、めちゃめちゃ合ってるし、だってさ、あの番組だって、この間も出てるし。うん、別にめちゃめちゃ、俺らも何度もあってて、うん。定着しないんだな、俺ら。太田裕二さんって言っちゃったわけですよ。<laughs> で、まあ、俺はもう、もう本当に、いや、え、ボケ、それみたいな感じになって。 だから、あああみたいな、まあ、大下さんももう、もう,う、もうごめんなさい、もう、ええー、なんでこんな間違い、まあ、わかる、もう、あるんですよ。よくあるよ、ね。よくあるんですよ。もう、長年知ってる人にも間違えられな間違えられちゃう。あ、<う>なんだろうな、うね、やっぱ雰囲気なのかな雰囲気なんですよ。俺が太ってる田中だから。そうなのうん。太ってるのは俺っていうのがあるから、大田の。中ぐらいで。 うん、まあまあまあ、お前、田中の方がなんか、長っぽそいイメージあるじゃん。俺はね、自分のイメージは太田なんいや、そうなの俺も太車別に、や <laughs> <laughs>。本名だわ。そこで、だって、まあそこは別に。 お護、ね、者さんもさ、うん、もう,あもうあごめんなさいみたいなって別に俺も怒ることももちろんないし突っ込んで思ってそれ、うん、でまあそ,そのの後いろいろこうまあねデーブさんのコーナーみたいでちょっと絡んだりいろいろやってでもちろんドラえもんの宣伝して、うん、でこの後あでドラえもんも来たからね,ね、うん、でこのあとじゃあドラえもんと爆笑さんにはお天気も あの付きき合っていただきますなんて言って次はお天気ですって今度気象予報士の男の人が来たんだよ。ということで今日のお天気もえドラえもんとそして太田さんにお付き合いしていただいて、えー、俺はえっ、ー、と思って、うん、もうどっちか分かんなくてボケかもねボ,ボケみたいになったんだけど<ー>実はボケだったらしいんだよ。あボケだったのそうでも あの、恥ずかしい。初対面の人で、気象予報で、キャラ今日とか何も知らないから、ごめんと思って、それはちょっとま、ね、無理じゃん。え、どうしたの本気で間違えた。しかも、その言い方が別に、ドラえもんと、太田さんにみたいな、なんかそのボケーですよみたいな、なんか言い方だったんだけど、うん、あの、本当にボケだと思って、太田さんにさらって言ったから、うんうん、もう絶対、これ本、 切り間違えたなと思って、俺ももうなんかその、でしかもほら、ね、気象予報士の男の人だから、真面,ね、その真面目そうな人だから。気象予報士も最近はどういやいや、まあまあわかんない。じゃいいんだよ、それ。ね。いろいろあるから、ね、うるさいよ、その話はいいよ。うん、いや、だから俺もほら、こうやって突っ込んでいいかもわかんないじゃん。本気で間違えたから。が広いから、気象予報士うるさいわ、ね。 またはらいから、またからじゃないのやめなさいよ。いろいろいたからね、あれだけど、その人は別に普通の真面目ね、だと思うんだけど、男の人で、えっって言ったら、恥ずかしそうに、実はボケだった的な感じで、すみません、まあまあまあ、雰囲気雰囲気となって、申し訳ないなとは思ったけど、ごめん、お前は。いや、だからそこは、えっ で、ボケですかみたいな<ー>ど。どっちすかみたいなになっちゃって、本気で俺は。わ<ー>かんなくても、そればっかりは。最悪のパターン。最悪ですよ。だけど、<ー>だって、突っ込めなかったからね、俺ね。あーもうよかった。どっちかっていうと、それは本当に間違えちゃったどっちにしろ突っ込まなきゃダメだいや、そうだけど。<laughs> うん、だってど、天然にしろ、ボケにしろ、どっちにしろ突っ込まなきゃダメでしょ。<laughs> だから俺の突っ込みは <laughs>。あ、がっかりくんだな、もう、がっかりくん。がっかりくん。がっかり,がっかりくん。<laughs> はあがっかり。そんなのあ。がっかりはない。正式にはね。正式にはね。うん、いやーもう <laughs> もうとボロボロで。